7月17日に配信されたインターネット番組「721かアベマアベマに出演したのは香取慎吾。「写真あり、髪の毛」も展示した香取慎吾の古典そこで2019年に個展を開いた際のエピソードを語った。香取は制作の素材になればと集めていた散髪時の「髪の毛を」をなんと古典の来場者に配布しようと考えていたという。その奇策も結局 専門家から髪の毛一本からカトリのクローンが作れると将来的なリスクを指摘されたため見送ったという。これにカトリは、ゾッとした、そうだが、このエピソードがヤフー。ニュースで報じられると、その記事のコメント欄では、カトリに対する嫌悪感が広がった。ファンでも嬉しい、みたいなコメントあるけど絶対嬉しくない、実際は不衛生だからね。 綺麗にしたとて髪は生ものだからな。保存方法次第ではあるが、雑菌とかダニとか湧くからね。まあそもそもシンプルに怖い発想だけど、クローンとか以前汚らしい、やめて、髪を配るとか発想がやばすぎる。髪の毛の配布、は、これまで全く実例がないわけではない。お笑いコンビのトム・ブラウンは、自身の冠無理ラジオ番組、トム・ブラウンのオールナイトニッポンゼロ、日本放送。 を放送した際メールが読まれたリスナーに布川弘樹の髪の毛を贈呈していたのだ。彼らの場合は芸風と言えそうだが香取は芸術家として本気の考えだったのだろう。何より近年の香取はその思考が強まりつつあると芸能事務所関係者が語る。香取さんは新しい地図として独立した後は精力的にアーティスト活動を行っています。 2018年には、フランスのパリで海外初個展、仲間デスアーツを開催。2019年には日本でバム。バム、バム、カトリ新語日本初個展を行い、髪の毛配布はこの時のアイデアだったのでしょう。配られなかった約10年分の髪の毛は、2019年製作の黒ウさぎとなり、2023年に開かれた古典、WHOAMI 新語カトリアートジャパンツアー。 で展示されている。作品に生かすぐらいがちょうどいいのかもしれない。